銃と弾丸を奪い取ると、ミスターは飛んでくる銃弾の中で冷静に弾倉に弾を込め、看護師が静脈に注射針を差し込むような気持ちでゆっくりと引き金を引いた。3人の顔面に向かって正確に4回。人を殺したのは当然初めての経験であった。俺の銃か、ちょうど飯時だからな、見せてやるよ。私も飯を食わせろ。俺も飯が食わせろ。飯を食わせろ。うまいぞ。あんぶろうまいうまいミスター最高だ。それをよこさないか。相談数は5発、ショートバレルを採用し照準速度を上げている。また木製グリップによって安定した射撃ができる。トリガーのストロークを短く取りストレート形状にすることで恐ろしく速いタップ射撃が可能だ。弾薬にはスタンドを込めるんだが、フォローポイント弾を使っている。速やかに行動を停止させることで死を避けられるからな。ミスター、無線に出ているんだ。カモン、パシパシパシ。おお、いけ、セックスピストルズ。いくぜ。OK なランちゃん、それでいい。その位がいい。おめえもカメもその位がものすごくいい。はいどうも、渋声美少女 VTuber の偽の殿ですわ。動画のご視聴ありがとうございます。ということで、今回はジョジョの奇妙な冒険の、グイードミスターのリボルバーを、再現させてもらいました。今回使用したのは、モダンウォーフェア2のバジリスクというね、リボルバーを、使用して、再現したのはですね、スミス&ウェッソン M49 ボディーガードです。いやー、ミスターといえばね、まあ、やっぱりリボルバーのダン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 っていうね、射撃ですよね。なので、なるべくね、トリガーの速さを速くする、連射できるカスタムでね、再現させていただきました。いや本当はね、リロードとかもね、このね、帽子の隙間でファーッと出したいんだけどね、あれはね、再現できないんでね、まあなんか、MW2 だと、ガンアクションがね、そう、ガンプレイがあるのでね、それをちょっとね、混ぜながら、プレイする感じでやりました。ぜひ見てね。ね、まあ、実のところですね、このミスターが持ってる銃、まあ、一番近いと言われてるのが、スミス&ベッソン M49 ボディーガードと言われる銃なんですけれども、なんか銃の形状だったり、装弾数が実は設定と合っていないらしくて、ミスターの銃自体は架空銃となってるみたいですね。なんか私もそんなにね、詳しくは、把握してないんですけれども、
まあ、その、それこそシリンダーのね、弾薬の数だったりとか、あと、ハンマーだね、ハンマー、あの、後ろのところ、カチッってやるやつだね。あれの、ね、デザインとか、設定、組み込み方が、ところどころ違う部分があるみたいなんで、なんかそこが、なんか、きっかけで実在しない銃、っていうことになってるみたいですね。今後もね、アニメだったりとか、映画だったり、まあ、いろんな作品のね、銃を登場させてね、ちょっと、MW2 で再現して紹介できればなぁと思いますので、リクエストなどありましたらコメント欄で教えてくださいね。あとなんかその声真似とかもっとやってほしいだったりとかね。もうちょっと MW2 配信でやってほしいってことだったら、それもぜひぜひコメント欄に書いてください。次回も楽しみにしてくれよな。そんじゃ、またな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。では、また次の動画で。